視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。毎月最終日には皆さんに感謝を伝える動画、パクユーチャンネルの活動報告を行っております。今月も1ヶ月お付き合いいただきありがとうございました。この活動報告ではチャンネル登録者数の増減っていうのを一つの目安に1ヶ月のパクユーチャンネルの更新、内容どれぐらい充実していたかっていうのを、振り返っていきます。まずですね、ちょっとこれ恒例にしていきたいなと思うんですけれども、1ヶ月お疲れ様でしたの乾杯したいと思います。今日はまだ火曜日ですが、そんなことは関係ありません。今月はですね、プレミアムエビスの、余韻の時間、エビスウィズジョエルロブションっていう、限定のビール買ってきました。こちらいただきたいと思います。僕ビールがねすごく好き でこの限定物ってのにもかなり弱いので、もうこういうの出てたらすぐ買っちゃいます。もう美味しい美味しくないっていうよりも限定だから買ってこうみたいな感じなんで、いいかもですよね。では今月も1ヶ月お疲れ様でした。乾杯。ああ、ちょっとフルーティーな感じしますね。そういうこと書いてあるかな。特に書いてないですね。でもなんかフレンチの巨匠も認めたって書いてありますので、きっといいビールなんでしょう。ということで、まず2016年の12月、先月のチャンネル登録者数の増減がどんな感じだったか見ていきたいと思います。こちらです。集計期間が11月の28日から12月の27日、約1ヶ月間で新規登録者が166人、登録者減少数、僕のチャンネル、ちょっとあんまり思ってたのと違ったなとか、もういいや飽きたって言って登録を解除しちゃった人っていうのが51人で、登録者増加数は115人ということでした。それでは今月の数字見ていきたいと思います。まず集計期間は12月の28日から1月の28日、まるまる1ヶ月ですね。で新規登録者が161人、これは先月とほとんど変わらない数字ですね。で、登録者減少数が80人、これちょっと先月と比べて、かなり、多いですね。数減っちゃいました。で、登録者増加数は81人ということでした。新しくチャンネル登録してくださった方々、皆さんありがとうございます。そして、先月もっと前から引き続きパクユーチャンネル、ご覧いただいている皆さん、今月も1ヶ月、お付き合いいただきありがとうございました。結果的に先月と比べると、チャンネル登録者減少数というのが増えちゃって、登録者増加数もそれに従って減ってしまったんですけれども、実はですね、視聴回数っていうのが若干伸びている、というような傾向が、見られます。視聴回数とか再生時間っていうのは、一つの動画に依存する、ところが大きいので、あんまり参考にはならない数字なんですけれども、この1ヶ月、見てると、その日にアップした動画に対する、視聴回数っていうののこう上がり方、増え方っていうのがちょっと先月までと比べて、違ってきたかなっていう感じがしています。まだまだ数字自体は、全然、小さいものなんですけれども、興味を持ってくださる方がちょっとでも増えたのかなと思って、それはすごく嬉しく思っています。視聴回数っていうのは、なんだろう、これちょっと見てみようっていう人がクリックした回数なので、多くの人に興味を持ってもらえるような、内容、ネタっていうのを、動画にできてたのかなっていう感じはするんですけれども、見てもらった人にどれぐらい満足してもらえたかっていうのはちょっと、測りきれないところなので、これからも、ネタのチョイスだったり、あとは動画の内容、より良いものにしていきたいなと思います。曜日固定の各コーナーに関してちょっと振り返っていきたいと思います。まず月曜日の歌ってみた、今月は先月先々月に引き続き冬の名曲を歌ってみた、お届けしました。
これは今月が最後です。今月も、いろんな名曲歌えて僕はすごく楽しかったです。視聴者の皆さんのこうコメントでのリクエストにも、今月は答えられたので、この調子で、皆さんのリクエストにも答えつつ、僕の、チョイスの名曲っていうのも入れつつみたいな感じで、やっていけたらいいなと思います。続いて水曜日のコチトラジバラジャ、今月はかなり当たりの CD 多かったかなっていうふうに思いました。出だしは好調かな。まあお金払って買ってるんで、やっぱり自分が楽しく聴ける CD だったら嬉しいんですね。今月は3枚買ったんですけれども、どれもなかなか聞き応えのある作品で、自分自身が、まず楽しめたっていうのはすごく良かったかなと思います。続いて木曜日の棚から一つかみ、この CD を聴け、僕このパキューチャンネルの動画、あんまり取りだめっていうのをしてなくて、この棚から一つかみっていう企画は取りだめしやすい企画ではあるんですけれども、今月もなんかこうその週その週のタイムリーな話題を拾ってきて、CD をチョイスして、なるべくこうギリギリのタイミングで動画を撮影してアップするっていうことができたので、そこは皆さんにより新鮮な、ネタをお届けできたかなと思っています。この CD ぜひぜひ聴いてほしいっていう一押しの CD っていうのはまだたくさんキープしてあります。もっともっと視聴者が増えてから、より多くの人に届けられるような、タイミングで、紹介できたらなと思いますので、これからも、毎週欠かさず棚から一つかみチェックしてください。よろしくお願いします。そして最後は日曜日、今週の世界とパクユー、この企画は2017年からスタートした企画なんですけれども、まだまだ探り探りで、正直自分で見返しても、これって面白いのかな、どうなのかなっていうような回が、あったりとかもして、試行錯誤しているところです。この動画へのコメントっていうのがまだ一件もないんですけれども、この今週の世界とパクユーっていう動画のコメント欄に関してはよりフリーなコミュニケーションの場にしたいなと思ってますので、ぜひぜひコメントお待ちしてます。そのコメント欄でね、やりとりをこう発展させて何か話のネタにしたりとか、そういうこともできればいいなと思ってます。日頃、パクユーチャンネルの動画を見ていて、なんか気になることがあったりとか、あとは僕自身に何か聞いてみたいことがあったりとか、そういう時、でもどこの動画にコメントすればいいんだろうってわからない。そんな時はぜひ今週の世界とパクユーという動画の、一番新しいものにコメントしていただけると嬉しいです。視聴者の皆さんと、楽しい動画にこう育てていければいいなと思いますので、ぜひぜひ温かい目で見守りください。ということで、今月2017年1月の活動報告はこの辺で終わりたいと思います。来月もまたパクユーチャンネル、そしてパクユーのことを、どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。